先のホテルに到着しました。恋のからくり夢芝居。今回は福島完結編です。スパリゾートハワイアンズでプールを楽しみ、喜多方ラーメンを食べた後のアンズをお届けします。謎にオシャレな椅子、なんだこりゃ。うお、恒例のベッドダイブ。はい、行ってきましょう。ホテルの館内を回ってみます。生ビールが飲めるの、グラスのマツバムになってる、アイスも買えるの、じゃあ、え、すごい、ワインとか日本酒まであるの。今日入ったから考えよう。ビジネスホテルに泊まった時のルーティンみたいな感じでやってみます。タイルは必須、ポテトチップス必須アイテム、カタナ。明日朝発見、背骨風呂ついてた。500円のニット、いいやかな。とりあえず湯をちょっとだけ食べたいと思います。水や、湯が白くなる入浴剤も買ってきたの。やばいやばい、白くなった。磨いたいと思います。よし、じゃん、磨いたいと思います。ニューシン、あったかい。でかい音が鳴る、ここに。あんあんず面線。メイクを落としてきます。落ちます。ここから一気にお風呂を済ませていきます。足がポカポカで真っ赤っか。ジョーン、気になるワインか生ビール買いに行っていきたいと思います。どれにしようかな。福島農家の夢ワイン 300g。 すごいすごい高いしかない。じゃじゃん、白ワイン。よく冷えてて美味しい。よいしょ、お、でっか。あんず、映ってますか、映ってますか。ドゥン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 。ねえ、おっと、おやすみなさい。もう朝かよ、早いな。また朝5時です。おはようございます。メイクと髪型はバッチリなので着替えたいと思います。今日のファッションはズボンスタイルスノーブーツ。レッツゴー。朝食ビュッフェを食べてエネルギー補充です。前日の深夜ラーメンのせいか胃もたれして、あんまり量が食べられませんでした。目的地に向かって出発だ。福島の中心の上ら辺に、ある湖でワカサギが有名らしい。ワカサギ釣りをしていきたいと思います。釣れるかな。目標は10匹かな。頑張りたいと思います。あ、見てください、すごい
なんとか湖に来てます。湖で凍ってるんで、ここでワカサギ釣りです。ヒバラ湖っていう湖みたいです。頑張って一匹でも多く釣りたいと思います。4人だけだね、私。土日は150ある予約枠がいっぱいになるみたいです。あ、こっち、はい。釣りスポットまではスノーモービルっていう乗り物に乗ります。意外とスピードが速くて怖かったです。氷上のワカサギは1月中旬から雪が溶けちゃう2ヶ月半ほどしかできないレアな釣りです。氷に穴を開ける氷上穴釣りをやってみたかったんですが、ワカサギ初挑戦、しかも一人での利用だとどこもやらせてくれませんでした。大量の一斗缶でぷかぷか浮いているハウスタイプのワカサギ釣りに挑戦します。じゃあ改めましておはようございます。おはようございます。おはようございます。ではね、今度はいじり方ですね。私の手がマストだとします。今こういう風に置いてあります。長押しして隣にランプがつきます。つくまで置いてください。そこまで一緒にやってください。止まったらね、またロックに戻してください。今度は釣り方です。誘って止めて穂先を見る。 2,3 秒待って、何もない時はまだ誘う。これの繰り返しです。ちょっと来た瞬間にジュッと引っ掛けないと釣れない魚です。釣れない釣れないって餌気にないでやってる人が多いです。話聞いてないよねこんな感じでね、切ってください。こんな感じで、そういう風に3回、うん、やって、まあ3回っていうのが基本ですけど、止めた時ここに 2,3 秒待って、どのくらい揺れるかっていうとこのんです。あ、そんなに。ちょんちょんって来た時は遅いのね。ちょんと来た瞬間ちょっと止めてみて、かかれば揺れるって。トントンってやって3秒ぐらい待って、トントンって、うん、そうそう、3秒ぐらい、うん、この止めた時だけここ見るような感じすると、あ、来たらと、あ、遅かったな、遅かった、うん、言われた通りやってみます。ちょっと餌はここだよって感じで、ちょっと大きくゆっくりやって、またちょっとやって、こんな感じで、おー、さすが先輩、らしいです。私の向かい側にいる親子はどんどん釣れてます。開始して40分経っても全く釣れないので、場所移動です。一個隣に行くだけで変わるのかな。止めてもいいのね。いや、それではちょっと早いね。呆れられてるのかな。はい、残念。なんか笑われてます。タイミングがなかなかつかめずパニックです。あ、そんなにガンガン。皆さんとお話ししながら、とにかくトントンしてチョンってなるのを待ちます。その後もなかなか釣れません。お、止めんな。あー、遅い。来てこられた。あ、ほら、聞いてる。うん、ついた、ついた、ついた。はい、押せ。うん、もう一回。おじさんがナチュラルにタメ語です。え、いる？やった。やっと一匹目。あと、手離しても大丈夫だよ、これ。初ヒットで、皆さんの注目が私に全集中です。はい、ました。釣れた、すごい。釣れた、すごい。で、横に並べて。うわー、はい、ピチピチしてる。はい、針気をつけてね。これが、あれで入れる。はい、おうん、今気づいたんですけど、ここにいる全員私にタメ語になってきてます。喜ぶ間もなくどんどん釣るように言われてます。死んじゃったんですか。下の水圧の違うところでいるから、止まってくるとすぐ泳ぐ。やっと1匹目ゲットです。またまたチャンスがやってきました。ちょっとピクピクしてる。ちょっとブープに動かして本当に手離してる。鈴木未来に向けて、いざ羽ばたかん。残念、今チャンスだから、はい、早く。チャンスだからすぐ落とす。私に何とか釣らせようという一体感が生まれてます。あ、釣れた。大きいじゃん。大きい。おー、女一人なんで、みんなが無理くり私を盛り上げようとしているのは正直わかっています。2人釣ってるぞ。針から外すのはもう余裕です。釣れました。3匹目ゲットです。
気分転換にちょっと外に出てみます。おお、すごいトイレだな。じゃじゃーん、すごい。映していいか分かんないけど、これは最新の水がいらないトイレみたいです。あんな緑の何か、なんか手とかある。あれもワカサギなのかな。表情だよ。ここは湖の上だから。私がいるのはこの小屋。ワカサギ釣り再開です。来たかもしれない。また大きい、この子。違う。完全にフィーバータイム突入です。7匹目。釣れなくなってきたので、餌を変えてみます。これなんかは替え時で、とりあえず先に取って。そうです。死んでんのダメです。サナギもダメです。しっかり掴んで、うん、そうそうそう、刺す、うん、端っこね、端っこ、あ、刺せた、うん、できた、振っとら切る、はい、チョキッと、はい、すごく小さい虫をつけてワカサギの口に合わせてさらにハサミで半分にカットしました。もしもピアノが弾けたなら、すべてを歌にして君に伝えることだろう。雨が降る日は雨ぞ、今のがいい誘いだったな、人は。ありがとうございます。風のように晴れた朝にはだけど、僕にはピアノがない。いない。めちゃくちゃ大きいですよね。今日一です。今日一。大きいと美味しいとかあるんですかね。食べやすいのがもうちょっとちっちゃいやつかな。確かに。唐揚げにしたやつ。確かにそうかもしれない。数えてみます。気分は浜崎伝助釣りバカです。16匹でした。はい、最後上手に乗っちゃって。向井さんは1人で30匹も釣ってました。優しく教えてくれたおじさんとお向井さんのおかげで1人でも楽しめました。ワカサギを実際にあげてくれるらしいんで行って食べたいと思います。16匹だ。なんか10匹で大量なんだって。なんかすごい釣れた方が初めてでした。褒められました。施設の2階が食堂になってます。体験料の中に釣り竿のレンタル料やワカサギの調理代も含まれています。ありがとうございます。見てください、こんなに泣いちゃった。さっきまで生きてたのに。美味しそう。なんかちょっと切ない気持ちです。いただきます。うまっ。できたてさくさく、おいしい。黒胡椒ニンニク味変。やばい、サンド。うまっ。どんどん食べます。これはうますぎる。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 マスクは
ちそうさまでした。震災から今年で12年、テレビでしか見たことなかった福島を実際に訪れることができて嬉しかったです。福島の魅力が少しでも伝わってたらいいな。ちなみに視聴者プレゼントとして2個買ったから1個アンドとお揃い誰かにあげちゃう。見てください、晴れてるけど雪が降ってるの映ってるかな。すごーい。アンドの野望、いざ宇宙人。Hey kid.もしもピアノが弾けたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップ入りました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。 Twitter、TikTok、LINE もやっているので、各種フォローお願いします。雨の夜に風吹く夜には風。